はいどうもラリクマチャンネルです。ということで今回も新しい商品を購入じゃねえ新しい商品をね、友達から借りたんでそれをね紹介していきたいと思います。今回紹介する商品こちら、じゃじゃん、 AK47 ハイサイクルカスタムになります。こちらですね、また友達から借りてきたものになるんですけども、これですね、昔自分がね紹介したこの AK47 の AK47 ですね、ハイサイクルでも何でもない AK47 の、短いものでさらにね、ハイサイクルにカスタムしてあるという形になってますね。いろんなところがね違うんでまたね別で詳しく撮っていきたいと思います。ということで今回ですね、まず全長の方がですね、全長680mm と、ズズンと短くなっております。もう本当にね腕出しても全然届くぐらい、肩幅があればね、ね手伸ばしたと同じくらいか、そんなもんか、そんなもんですね遠近があるからあれだけど、ふっ、あ本当は手伸ばしたくらいと同じですね。何してんだろう。はい、結構ね、短めなサイズになってます。でストックが伸ばした状態で 760mm になります。とまあ本当にね小型ですね。千何ミリとかじゃなくて760と結構ね小型に収まってる、ものになってます。で重さの方がですね 2650g と、クルツとかに比べて、クルツ1400ぐらいだったんですけどに比べてね随分軽くなってます。あ重くなってます。前にね結構ずしんと重量が来る形になってます。ここがね一番重たいですね。他はあんまりあれなんですけども、ここが一番重たく感じますね。で相談数の方が、付属のマガジンがですね、この AK のショートタイプのネジ式ですね、ネジ式になってます。こちらが、ついてきて250発連発できるようになってます。よいしょ、こんな形で装着できます。でこちらが250発で、使用する BB 弾がですね 6mmBB 弾になります。形ですね、まあいつも通りの 6mmBB 弾、東京マルさんはね大体 6mmBB 弾になります。で今回はねまたのんびりゆっくり後ろの方から見ていきましょう。まずストック、AK47 とは違って木製とかではなく、M4 タイプのストックがそのままついています。でその M4 タイプのストックなんで6段階調節が可能になってます。いろんなね好きなポジションで止めることが可能なんで、ポジションチェンジはね結構楽になっております。でここにね後ろの面はラバーっぽいタイプになってて、ちょっとね固めのラバーゴムっぽい感じで、滑り止めにはね効果的だと思います。結構トゲトゲもしてて結構痛いんですけども、これがねグッと肩の衣類に引っかかって、止まりやすいと思います。で下の方にですねスリングが一つついております。こちら一つだけではなくてね、こちら側にももう一個ついていて、二つでねホールドすることも可能になってますって形です。で、鉄パーツだったりいろんなパーツをゆっくり見ていきましょう。まず上の方、ここからですね、ここから上が鉄パーツになっております。 20mm レールとリアサイトとフロントサイトは鉄パーツと、あとここのね、ホップアップのこれ、コッキングレバーとここのね剛性も鉄でできてます。ここはねボタンを押すと中にバッテリーが入るところなんですが、これがほとんど鉄パーツになってます。ちょっとねこれは軽いんですけども、単体で持つとバッテリーなどを入れて持ってみると少しね、重たく感じますね。よいしょ、はまったかな、あっちです。でこのボタンを押すとパカッと上に開きます。これは結構簡単ですね。バッテリーはねちょっと入れづらいんで先に入れさせてもらったんですけども、 AK 用のね、東京マルさんの純正の AK のバッテリーが入るようになっております。まあ、これはねクルスと同様の、バッテリーになっております。はい、次がですね、ここを開けてもらうとですね、中にホップアップ調節のレバーがあります。これはね VSR10 なんかと一緒で、こうレバーでこういうレバーでね調節する形になってます。こういうレバータイプですね。で注意なんですけども、これをねこうやって戻すときに、ホップアップのそのレバーに引っかかっちゃったりして、ガッとホップがね変わってしまうこともあるんで気をつけて、これはねホップ調節した際は戻してくださいね。変わっちゃった際はまたねここは戦闘中に開けてホップ調節して打って調節してやんなきゃいけないんで、なるべくできるだけね気をつけて扱ってください。次ですね、ここセーフティーレバーなんですけども、まず上のこの状態、これがこれがセーフティーモードになってます。セーフティー1個下げると、これはですねフルオート状態になります。
もう一個下げるとセミオートと変わってきますんで、大体の銃はね、フルオートとセミオートの位置が結構ね逆だったりするんですけども、今回は AK のタイプは大体ねフルオートセミと変わっております。前の AK47 もね先にフルオートだったんで、これはね、AK タイプ独自の感じかなと思います。で次こちらグリップですね。グリップは、本当にゴムタイプになってます。ラバーっぽいタイプ、なんでねすごく手で素手で触ってもね滑らなかったり、グローブなんかすればねなお滑らないんじゃないかなと思います。トリガーガードとトリガーは鉄製でできていて、結構この幅はねすごく広いです。十分にねグローブつけた状態でも、指2本ぐらい入るかな、横2本ぐらい、自分指太いんであれなんですけど入る形になってます。で次はですね、マガジンリリースボタンがこちら。これをね、押してもらってこう前に外す形です。ここにね引っ掛けがあるんで、マガジンの方にちょっと入れるときはねこう前に滑らす形の方が抜きやすいです。取るときねまっすぐに引き抜くっちゃうと引っ掛かりがねどうしてもついちゃうんで、前にハンドガードの方に倒す形で取ってください。ね、この AK タイプの、マガジンはねやっぱりマガジンはですねやっぱりここでカットを外して、ここをねマガジンで押しながらポンと飛ばして、リロードするのがね特徴的なんで、これもね再現されているのがすごくありがたいです。てか嬉しいですね。見て楽しむとか、リロードして楽しむね、自分からしてはすごくねこういうのはありがたいですね。ショートマガジンなんでちょっとね迫力は欠けるんですけども、長い、全体的なね構造からすると結構ショートマガジンでもかっこいいですね。まあロングのノーマルの純正も使えないことはないんで、ノーマルのマガジンも、使用が可能です。でですね、次こちらハンドガードになります。黒のハンドガードで、すごくねショートタイプになってます。結構ね手ですぐ握れる形ですね。で下にアンダーレール 20mm のアンダーレールがついてるんで、こういうね時丸さんのいつものグリップですね、グリップをポンとつけて、よいしょ、こんな形で取り付けることがすぐにね取り付けすることが可能です。上のこれもね 20mm レールなんで、こういういつものねホロサイトなんかを、すぐにねポン付けすることが可能です。おっよっ、結構ねこれ付け方コツがいて、なかなかポンとはつかないんだけど、はい、こんな形でサイトもこれでつくようになります。ちょっとねマウントがこういうんだと高くなっちゃうんで、できればねドットサイトとか、平たいものがおすすめです。こういうんだとね結構上の方を狙わなきゃいけないんで大変になっちゃうんで、できるだけ銃より銃にね近めのサイトを選んでもらうのがベストですね。多分そうだと思います。はい、という形でこんな感じでちょっとずつねカスタムができます。今の AK はね木製ウッドだったんで、またね別会社の、ハンドガードを買ったりとかしないとなかなかカスタムはできなかったんですけどもね、最初からこういう形でレールがついてるんで、すごくねいろんなカスタムがしやすくなっておりますという形です。で先っぽのこちら、いつも通りね東京マリさんの企画で、M14mm 逆ネジなんですけども、こちらちょっとだけ見えるかな、これですね、この点を押してですね回してください。これ反対か、こうやって回してもらうとハイダー、フラッシュハインダーが回ってね、取れるようになります。フラッシュサプレッサーっていうんですね。ウィキペディアで調べたらそういった、まあ、フラッシュハインダーでも何でも OK、 あーどうなんだろう、はいです。でこれサプレッサーはねこれで回してつけます。これもね、このボタンが勝手に押されてね、取り付けは別に不備なく使えます。ただね、このボタン、AK の純正のこういうタイプは、こういうくぼみにね、カチッってなってロックになるんですけども、他のこういうサプレッサーとかはロックがかからないんでね、十分お気をつけください。形です。ということで、ちょっと打ってみましょう。まあ、サプレッサーつけてるから、消音効果あると思うんですけども、中の綿、自分抜いちゃったんでね、このまま打ってみたいと思います。じゃあまず、ハイサイクルなんでフルオートからいきたいと思います。フルオート、まず真ん中がフルオートですね。これ絶対、間違えないようにしてください。セミ線でね間違えてフルオート使っちゃったりするとね違反になっちゃうんで気をつけてください。さあじゃあフルオートいきます。ちょっと短めに切りますね。って形です。もう連射はすごく早いですね。って形です。じゃあ次セミですね。セミはこのくらい、
指のあれがあるから。たまに反応しない時がある。こんなにねセミで連射することはないと思うんで大丈夫だと思います。でもねこういうちょっとしたセミの射撃にも結構ついてくるものなんで本当にね結構いいと思います。ダメだ、ストック伸ばさないと打ちづらい。こんな形になってます。でこちらのね引き具合なんですけども、こっからここが遊びです。こっからこれが発砲、ここが発砲、ここが遊びで、ここから発砲になってます。まあねそんな精密にこう狙って遊びを引きながら敵が来たらここで引くっていうことはねなかなかないと思うんで、スナイパーとはねまた別物になってるんで結構ね遊びがあって、セミ音っていうかフル音でやっぱりずっとトリガーをね引きっぱなしで撃つような武器になっております。エアガンですねになってます。まあハイサイクルなんでねどなたの方でも楽しんでいただけるかなと思います。クロートの方のサブウェポンだったり、素人の方の初心者の方のね、メイン武器だったり、どんな、ね、バージョンにもどんな場所にもね使えると思います。サップの中にねインナーバレルなど入ってるものとかもあるんで、それをねこうつけてもらってインナーバレルを長くしてもらって、それでねこう遠距離戦を楽しんだり、近距離になったらサプレッサーとかそういうインナーバレル系を外して、何もつけない状態でこう近距離をね戦ったりするのもいいですね。どんな場所にも、対応できる、一丁だと思います。まあハイサイクルでハイサイクルなんでね、中距離からさらにその遠くは本当に集団性があまり望むあまりだと思うんで、集団性が、ね、そこまで良くないと思うんで、それはねちょっとご気をつけてご購入ください。こちらの、東京マリの AK ハイサイクルなんですけども、26,518円になっております。結構ねお値段の方も、いい値段しますね。いい値段で、いいんですけども、カスタムも自分でできるし、なおかつですね、ハイサイクルで、連射が早い、かつ、付属のマガジンもね250発と、もうこれ1本あれば、まあ半日、まあどうだろう、まあそんなにね長時間戦じゃなければほぼほぼ持つと思います。まあハイサイクルなんで消費してる弾の数もね多いと思うんですけども、そこまでね、敵がいた時だけ撃つとか牽制射撃とかあんまりしなければ、まあ大体持つんじゃないかなと思いますし、まあもう1個あってもいいかなと思うんですけども、まあほぼほぼこれあればいいと思います。でグリップとかもすぐねポン付けで、すぐつけられて、こういう上もねちょっとしたパーツもポンポンとつくんで、すごくね便利だと思います。カスタムするにもいいし、すぐにね実用するのもいいしという形で、すごく便利になってるんで、ぜひね気になった方いましたら買ってみてください。自分のねこの AK はなかなかカスタムしないし実用性もねなかなかないんで、本当に壁の一部になってるんですけども、この銃もすごく軽くてねおすすめ。なんかそう思うとあれですね、 AK ロングバージョンっていうかハイサイクルじゃない方が軽く感じますね。これはすごく重く感じるけど、まあこういう付属品もついてなんですけども、やっぱねどうしても重心がここに、ラインがここにら辺に寄ってるんで、持つときは結構グリップとかがあった方が、支えで打った方がいいですね。片手でこうダーって打っちゃうとやっぱりどうしてもこう下がってきちゃうんで、グリップがあった方がすごく狙いやすいと思います。何の話をしているんだ形になってます。まあね、ちょっと今回は結構ハイスピードでやってきちゃったんですけども、ぜひねこれ気になった方いましたら買ってみてください。ので次回の動画も、お楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。